はい、2回戦は江坂さんのちーちゃん、野田がちーそう。あ、まずまずドラマある。あ、いいんじゃないですか。かなり、うん、江坂さんね、早そうな。まあとりあえず一品シャア、まあ値段はね、そんなに上がりそうもないですけど、まああと鼻引けるかどうか。ここも早い。これチュン、いいじゃないですか。ポンだ。チュンはしない。しない。しないことでいい鼻上がった。鼻引きました。ただカンウピン引いた。お、出とかったな。はい。あ、はい。初のポンでテンパイですね。ごめんなさい。俺のジャンソーさん、スチソテンパイ。はい。さあ、これチーソーが出ましたね、坂さん。はい。マンガン。初山頂マンガン。まさかの早いポン転。はい。あのカウンピン入りましたからね、うん、まあどっちが良かったかなんか分かんないんでね、スルーした方がいいのか、うん、まあなんかああいう伸びないターツというか Q1 のトイツみたいな横に伸びないやつだとポンしないと結構苦しいのかなっていう気はするんですけど、うん、あれがポンした方がね、例えばローピンとかだったら結構横に伸びたりもすると思うんで、今めっちゃ良かった。あ、ここもいい。江坂だけが悪い。うん、俺のジャンソーさん、ダブトンの統一もあって形もいい。ほら、ここも多い。これは酷使ですね。いや、でも逆に悪くないのかな。酷使の安全パイいっぱいありますね。酷使のサンシャンテンじゃないですか。ポンテンだ。あ、ここもいいシャンテン。うん、いいシャンテン。これまた絶好系。めちゃくちゃいいシャンテンです。プチドラゴンの勝ちだな、これは。トンがどこにあるかですね。トンさえなければ、そうですね、こちらはトンなければテンパイ、はい、パッソしかも同手になる可能性が。あ、国士もトン持ってないんですね。そう、パッソがね、同手になりそうなんですよね、これね。はい、急速ぐらいは行くでしょうし、トンがダブル三面ちゃん、この形がなかなかテンパイしない。なんかもう3回積もれば大体テンパイしそうですけどね。ねえ、まだテンパイしない。まさかのスーピン、まあこれでスーピンと。スーピンか、そうかそうか、そうだな。サブローピン薄いのよね。ああ、実は薄い。これでテンパイ。サブロー急走でリーチ。うん、サブロー急走の方をやりましたね。まあ見た目マイス。これ急走危ない。あ、急走めちゃくちゃ危ないですね、これ。うん、そうですね。チーソー引かないと助かんないのかな。はい、チーソーまた。チーソーパーソーでもいいのかな。引きにくいな。うん、ああ、急走、はい。はい、リーチ2丁ですか、うん、そうですね、うん、6000。あのスーピン切ったところで急速切ったりするんですけどね、スーピン引きがあるんで、ね、あ、でも赤を固定したくなる気持ちはすごい分かるというか、ね、しかも安全度的にも急速置いといた方が受けやすいですね。急速、まあね、は急速でペンチーソーの受け残りますし、うん、で最悪トントンと切って単4に迎えるっていうのもあるから、はい、うん、はい、ドラは Q1、トンの3曲、プチダゴンさんの親番。3人うちやっぱ縦引き多いんで、ああいう445の形とかも親番とかだったらあんまり先切りしたくないんですよね。そうですね、僕はもっときたいです。急走を先打ちたいですよね、ああいう形になった時、はい、うん、どっちみち勝負するんですからね。だから、まあ、まあ先切った方がいいのかどうかっていうのは分からないですけど。さあ、これで両面ができた。プチドラゴンさんはチートイツですね。
これで天杯三蔵短期、はい、あ、これでどうする、さあ、ウーピン短期、おお、つもぎった、おあんなんもウーピン短期で負けちゃうんですけどね、うん、まあ親ですしね、うん、時間稼ぎも兼ねて面白いですけどね、おお、嘘をつもぎって三蔵短期、あ、いいスーピンに引っ掛けられた、これは寒い、うわー、ロッキーピンも来た、うわ、ウーピンだったら積もってた、6球ピン一発だ、はい、利息ピン風、利息ピン風三丁ハネマン、ハネマン1枚、これは上がり逃した人が宝珠じゃなかったですね江坂さんが悲しい目に、はい、難入です、江坂さんのワンドアウピン、あのタイミングで赤ウピン短期積まれると結構ガクッときますけどね、うん、リーチ先行リーチしてて、うん、まあでもウピンね先行リーチだったら全然ありですけど、はい、でも江坂さんが今回すごいかなりいいですね、ですね、あ、ここも早い、うん、これ早い、まあまあ初次第、初次第なとこはありますが、まあまあ初頭の両面リーチにもなりそうですよね、うん、あ、でもこれで大体初ポンのコース本付けになるかな、チーピンがない、お、急走か、両パソー換算ピースか、一応そうですね、現状はそんな感じです ね、あとチーソとウーピンありますけど、はい、一応テンパイでどうするか、取るのか、換算取らないもありますけどね、リーチでしょ、リーチ、はい、うん、ね、はい、これリーチでしょ、まあまあ親ですしね、はい、しかもウーピンもまあ結構ブロックしてるということで、はい、換算ピと真珠リーチ2枚、もう中途半端にやったらね、もうあのどんどん手が進んじゃうんで、うん、あと1枚になった、これヒントがないから行くよ、イーソぐらいは行くよ、なんか点パってません、これリーチ、あら、あ、トントン、まあ、リャンゾーとトンのシャンポンがちょっと打ちづらいですよね、リャンゾー1枚切れだと、で、ああ、ペンサンゾーも行きづらいと、シャンポンでしょ、あ、筋になった、最後のドアゼロであのシャンポン結構追っかけづらいとは思いますけどね、親にこの点数状況で、うん、やめだったら全然いいですけど、ウーピン、さあ3ピンがなくなった、後筋になってる、なくなってはないのかな、後筋、あと数字で残り1枚ありますよね、いや、ないんだけど、まあ、ないですか、ないと思うけど、いや、1枚ありますよ、はい、まあでもこれ、あと数字かかってるからね、うん、俺の雀荘さん、イシャン、俺の雀荘さん、すいません、俺の雀荘さん、イシャン店、はい、イスチソリアンパビン、そうですね、まあ、白をちょっと打ちづらそうな感じで、手狭に受けてますね、数字の酸素は数字で三蔵筋、はい、これぐらいはいきますね、花さんの親父に白をちょっと行きづらいという感じですか、うーん、筋、あ、筋、まあまあ筋を多いにしてもパーピンと、うん、あとまあ9層でしょうね、はい、まあ、9層でも小さげにリーチなんでパーピンの方が行きやすいか、まあ、9ピンも早いですね、はい、これなかなかテンパイしないからさあ、俺の雀荘さんはいつかない、白を逆に統一にしたらこれパーピン切ってリーチですね、そうですね、ね、白が深い、お白が深い、いいピン通ってる、いいピンは、はい、
白が深い全山あ、ここにいた通った。これで切れます。これでパーソーが通ってない。これで白ですね。はい、闇点上がりまでありますよ、これね。単野をなったんでテンパれば、うん、テンパらない。いやー、これテンパらないやんか。まだ1枚いる。おった、はい。リズムがいっぱい。リズム1,2,3,4,5,6,7,8,9、リズム9,10、トリプルですね。トリプルの1枚。はい、インパチオール。しゃあ、うん、結果即利以外、一応メンツはかなりできてなかったですね。今想像伸びたりしても上がり系はなかったですね。はい、自力での。はい、レンチャンドラが3増。いやー、一気に大逆転しましたけど。はい、上がったやつがいっぱいって言ったらダメですね。プチドラゴンさんピンズが多い。いい形もいいですね。かなり良かったですね。はい、オイノジャンソーさん何を仕掛けて、はい、この形リアンシャンテンかな。どっちにくっついたんでチーソー出ない。はい、イーソーチーソーヤムソー、あ、いいシャンテンか。ごめんなさい。あ、これで今テンパってました。サブローピン、サブローピンですね。はい、危ないですね。エサカーが今3ピン引いたところで、くっつき方次第ではやばい。あ、うん、さあプチドラゴンさんがこれで、ピンフ4丁ですね。マンガン8,000-9,000。うん、まあこれいい上がりですよね。はい、出場所も良かったですけど、まあ、そうですね、出場所が良かったですよね。まあ親落としとリーチしてたらね、うん、多分回ってたでしょうし。はい、なんの2曲、おえのジャンソーさんの親番ドラが花。今のサブローピンなんか本当なんかファインプレーっていう感じしますよね。はい、うん、まあ、リーチする人も多いと思いますけどね。多いでしょうけどね。はい、まあ、1回戦がトップだったっていうのも大きいですね。はい、純粋な両面じゃないっていうのがちょっと嫌ですよね、ああいう形。はいはい、2枚自分で使っちゃってるサブローピン、ね、サブローピンなんかいっぱい使われてそうですもんね。うん、でリーチして止めてる間にそこにくっつくっていう可能性も高いですしね。はい、さあカンディアンゾがちょっと不安ですが、チーピン切り、うん、今のチーピン嫌いが結構ね、今パーピンアンコでしたしね、さっき。はい、うん、みんなちょっと手が止まってます。オイノジャンソーさん、これチートイツのイーシャンテン同窓会に行きましたね。チーピンが2枚飛びますね。そうですね、チーピン早めに処理してもいいかな。まあ安牌ぐらいの感じで残した感じでしょう。同窓は特に良くもないし危ないしみたいな。お、ヤンゾー引いた。さあネックがなくなった。初は1枚切れ、シャアが2枚切れと。ローソーリャンピン、あ、プチドラゴンさんテンパってますね。ウッパッソーバッソー、キューピン、これでリーチだ。初短期、あ、リーチじゃない、ごめんなさい流れましたね、ローピン切りで。さあ、E ピンは通ってない。はい、まあでも行きますよね、初短期のダマ続行。
三蔵ちょっと行きにくいな。うん、まあ点数状況的には全然行くでしょうけどね。うん、リーチさあこれ追っかけました。でも誰にも関係ない。うん、あ、つもったリンシャンつも、まあ、リーズもタンヤオリンシャンドアさん裏なし、あれまあ、ますね。リーズもタンヤオリンシャンドアドア、あ、ドアさんか、はい、んドアドアだ。なんかみんなダマを対応してますね、このハンちゃん、このハンちゃんというか割とね、はい、結構リーチとダマと分かれそうな手をみんなダマにしてる感じの、うん、はい、お忘れになりました。プチドラゴンさんの親番ドアが3ピン。江坂さんはこのまま終わらせたい。はい、ちょっと4万点キープは倍満必要なんで、まあこれもサクッと上がって終わらせたいところですかね。はい、お、インシャンテン、チュンからチュンハクハクってあるのか、チュンハクからなければもう勝ちみたいなですね。E1 がその前に切られるとちょっと嫌ですけども、チートイのインシャンテンにもなりました。江坂多分酸素かなんかがね好きやったんちゃうかな。酸素、うん、なんか言うてましたっけ。うん、なんか酸素換気でようなんかリーチを取ってね。江坂さん天敗言わんとしろ。だから今酸素切んのにねちょっとね止まってたんやな気がするんやけどな。ちゃうかったか。はい、サクッと積もりました。約2兆万元、はい、あ、約3兆でした、ごめんなさい。はい、2回戦は江坂さんのトップで終了。はい、あ、2人沈めてのトップなんでまずまずですよね。まずまず、はい、30ずつぐらい入ります。60ぐらいのトップ、まあちょっとプラスまでも戻ったって感じですね。はい、さあ次俺の雀荘さんがトップ取れば1回ずつ、うん、そうですね。はい、でもここまで結構、まあ、まあまあ、ね、何も特に悪いところもなく、うん、そうですね、はい、なんかやらかすかなと思ってたんですけど、なんか面白いです、ね、いやいや全然全然普通ですよ。1年とは思えない。